スティーブン・エリオット、フロム・ガーデン・アンホレスト・マガジン、ボリューム7、ページ204スティーブン・エリオットは、アメリカ合衆国の議員、銀行家、植物学者である。アメリカの植物学の歴史において、重要な著作、サウスカロライナ州とジョージア州の植物学のスケッチの著者として知られている。サウスカロライナ州のビューフォートで生まれた。コネチカット州のニューヘブンに移り、 1791年にイェール大学を卒業した後、相続した農園で働いた。サウスカロライナの議員やサウスカロライナ州立銀行の会長などを務めた。余家に文芸や科学に熱心に取り組み、1813年にサウスカロライナ文芸、哲学協会を設立し、会長となった。1813年にヒュー・スウィントン・レグリーと共に、 雑誌ザサザンレビューを創刊し、編集長も務めた。1824年に創立されたサウスカロライナ医科大学の創立に貢献し、博物学と植物学の教授に選ばれ、没する1830年までその職を続けた。同時代の多くの植物学者と交流し、特にヘンリー・アーネスト・ミューレンバーグとは多くの手紙をやり取りした。エリオットが頻繁に行った、 最終旅行で集めたアメリカ南東部の標本や植物の知識は他の地域の植物学者には貴重なものであった。エリオットの標本は当時のアメリカ最大のものの一つで次の世代の植物学者、ジョン・トーリーやエイサ・グレイによって価値が認められた。標本はチャールストン博物館で保存されている。著書のサウスカロライナ州とジョージア州の植物学のスケッチは 1816年から1824年の間に分けて発表されたものを1821年と1824年に2巻の書籍として発表されたもので多くの新種植物が記述され高い評価を得た。筒子科の植物の俗名エリオティアに懸命されている。エリオットは植物の学名で命名者を示す場合にスティーブン・エリオットを示すのに使われる。 ありがとうございます。